なものでどうやって山へ登るんだよ。ビリ、ヒラ、ビリ、どうやって山に登るんだよ。へそから送り込むガスなんだけどね、火の像を消すんだ。誰がスネ夫なんかに。じいちゃん連れてってあげるよ。いや結構。え、じいちゃんも行かないの？どうして？あの家に時限爆弾を仕掛けた。じいちゃん、実は8ミリでアニメを撮りたいと思ってシナリオを書いたんだ。宇宙大魔人、宇宙大魔人と少年レインジャー部隊との大冒険。面白そうじゃない。見せ場もたくさんあるし。映画に出られないからって自分で映画作るなんてかわいそう。のび太のやつどんなロボットを持ってくるから。家みたいに展開ってホットから。それはありえない。それにしても遅いな。今何時だ。10時半。実に珍しい出来事です。2つの台風は絡み合ったまま動きません。このテレビなんで停電してるのに消えないの。なんか楽しそうね。学校に火がついてるもんね。さあ、私旅の剣士静かあるというの。また複雑な設定のおままごとが始まった。友達がこんなでっかいイワナを釣ったと言うんだよ。これで実力の違いがはっきりした。悔しかったらお前も釣ってみろと言うんだ。僕だって釣りに行けば釣れるんだ。忙しくて行けないだけだ。すぐ近くに釣り堀があるけど。分かっとらん。家からでかい魚を出せ。ジャイアンが久しぶりにリサイタルを計画しているらしい。聞くだけで寒気がして吐き気がするあの歌を何時間もぶっ通せ聞かされるの。のび太早く戻れ。読者たちが気づき始めてる。なりませぬ。バカみたい。トイレなんかに逃げ込んで。あら、どこへ消えたのかしら。流しときました。スーパーマンをやろうぜ。俺が主役で大活躍。芸術性がないよ。シェイクスピアのハムレットがいい。ドラえもんをやりましょう。大体役者は揃ってるわ。人をこんなとこへ押し込めやがって。出せ。出されるとぶっ壊して火をつけるぞ。バローネロー。コナン君がいるね。まずいな。のび太のやつ気に入らね。俺の信用を悪く言うのかこの野郎。1時間余りも留守番電話サービスと話してよ。幸せ。遊ぶぞ。4時間たっぷり。何して遊ぶ。あの本もこの本も何回も読んだのばかり。チョン、パタパタパタ。窓ガラスでも食べるか。めちゃくちゃだ。クスマ、早く新しい名前になれなさい。テレビ局の社長がぜひ出てくれってうるさいの。で、まあ主役だけは勘弁してくれと。脇役なら出てあげてもいいですと。なぜってさ、人気スターなんかになるより学校の勉強を大事にしたいもんね。あなたもともと脇役でしょ。あと算数のテストがあるんだ。で、もし今度0点だったら幼稚園に返すと先生が言うんだよ。安心しろ、幼稚園にも廊下はある。あら、のび太さん今帰るの。のび君逃げろ。でもそれ本当ね。あんたのびちゃんに甘すぎるわよ。うむ、反省しよう。のび太のためにも親父に鍛えられた通りにやってみよう。パパ、買ってほしい漫画があるんだけど。もう買ってある。すげえ。一人で動いて喋ってる。人間並みの機能を持たせたんだ。ミクロス、1たす1はいくつ。ガーガー2。じゃあ売り子。じゃあだ。俺とスネ夫どっちが強い。ジャイアン強い。世界一。こいつ気に入ったぜ。お世辞まで心得てる。そこでお願いがあるんだ。僕を見てどう思う。忠告するけどこの部屋にいない方がいいよ。10分後で恐ろしい出来事が襲いかかる。あんな嫁もらってお前みたいな出来損ないが生まれて未来から来た青だぬきが同居してる。この俺の人生が何よりも恐ろしいよ。スースポ、ジャイアンの本心はこの中に入ってる。早く聞かせて。出来すぎも映画に出させてやりたいな。スネ夫くん、スネ夫くん、今着替え中だからちょっと待ってろ。前に小遣い値上げを頼もうかと思うんだよ。またか。無駄遣いばっかりしてなんて叱られそうな気もするし、かといって今のままじゃ足りないし。先週お前が買ったゴミだ。こういうのをやめろ。ものすごい大型台風が日本に向かっています。まっすぐこっちへ来るよ。最近のアナウンサーはタメ口なんだな。ダメかけのドラ焼きを落とす。女神ロボットが出てくるんだ。あなたの落としたのはこの大きなドラ焼きですか。ここで嘘つくと何にももらえない。はい、その大きなドラ焼きです。信じられないかもしれないけど僕のび太です。信じられないかもしれないけど私静かです。今僕たちは幸せなんだからそれで十分さ。二人とも漢字が苦手なんだね。アバトサウルスの卵かしら。なんか音がする。チーロン、のび太くんが転んだので静香ちゃんはキャーのび太さんのセッチと言ってあげました。